緩めて感動する指先で自分がね自分が指先で直すという生態をお伝えしていきたいと思います。骨盤のこの裏に指を入れるような。じゃあ先生、はい、今日も、この間の九電流療術のセルフ整体、はい、これちょっと説明していただいて、はい、まあ、これも感動整体ですね。要はもう緩めて感動するという意味も込めてセルフね、自分でできる整体ということで、今日は腰ですね。腰ですね。指先でしか、指先で、はい、前回もお伝えした指先で自分が指先で直すという整体をお伝えしていきたいと思います。腰も結構要望が多くて、肩、前回肩なんですけど、はい、腰もやっぱり肩腰っていうのは基本ですよね。でそこを緩めていきたい。行くにはどこを押したら効果がありますかとか、あと緩めた後私たちが整体をして緩めて軽くなっても、やっぱり家でも先生どこかこう押した方がいいでしょうかっていう質問が結構多いんですよ。だからその場合にはここを押しておいてくださいというポイントっていうのはあるので、それをちょっとお伝えしたい。今までとちょっと違う場所なんですけどね、うん、脊柱起立筋とか腰だけじゃなくて骨盤に近いところなんですけど、そこをお伝えしたいと思います。これそうすると家族の方がなった時もいいですね。家族もいいですね、うん、驚くほど一発で軽くなったっていう感じになりますので、じゃあこれ今日よろしくお願いします。はい、骨盤ね、骨盤ってこうなってるじゃない。でこの骨盤のどこを押すかというとね、骨盤のこの裏に指を入れるような、ね、みんなこっちばっか押すじゃない。この裏側が硬い人多いのよ。この裏側が、この裏側に指をとこう入れるだけでふわっと緩むんでね。だからそういう意識でこうちょっと指を入れていってください。指、親指でも人差し指でも構いませんから、自分のそうで、このここですか。そうです、自分での押せる場所はね、この骨盤あるじゃない、はい、骨盤の裏側そう、裏側に、あ、そう、入ります。この横の骨盤の裏側の筋、ここに入れる、これポイントだよね。真横、自分の大体真横分かるよね、大体そこ、真横のところにね、骨盤がピョンとこういうふうに骨盤でこう出てきてるの、はい、でそれが、そうです。でその一番ペコンとこのくぼみ、くびれのとこだよね、はい、そこがカンカンにね張ってるの。腰が悪い人ってなんかブクッと出てるぐらい張るのよ。だから本来へこんでなきゃいけないんだけど、でそこのここから自分で親指でそう入れるてグーッと押してくる、グーッと、そうそういう押し方、これがポイントで、これ両手で押してもいいですか。両手で押してもいいですよ。で爪立てると痛いから、まあ、ちょっとその辺だけ加減しながらね。そうですここそうベコンでへこんで、そうこの中に指を入れるっていうような指の主観の押し方ですよ、はい、でそれをやってみてください、はい、で持ちていきます、ね、そうですこういう姿勢できますよね。自分でこう姿勢で押せられます。でこの指、この骨、この骨盤で、みんなこういうふうに押すんだけど、うん、この中に入れる。ああ、骨盤中に入れる。中に。そう。で、姿勢はどうですか？まっすぐ。うん、まっすぐで、まっすぐでも曲げてもらっても構わないです。自分で入っていくっていうふうに、これが主観です。動かす。こうやると入ってきますね。入ってきます。指がズブ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 入ってきます。そうです。これを主観させながら指をズブズブズブって入っていくようなイメージです。ああ、入ってきます。そうです。だからそれでいいです。あとなんか上向いて寝たやつ、ここ寝ちゃっていいんですかね。あ、いいですよ。上でね、寝るときはね、ちょっとね、ポイントはね、片足。最初に足をね、両足伸ばせたら伸ばすのね。はい。でね、片足だけ伸ばす。ここポイント。この鼠径部に指を置きます。指を置いて。はい、でこっちを指を置く。でね、片足だけずつやるのっていうのはね、片足だけ上げると大腰筋がね、これピクンと飛び出てきます。あ、ピクッと出ます、動きますね。そうです、こう片足だけですね、両足やると出てこない、はい、これがポイントなの。片足だけやるとピクンと出てきます、うん、腰の悪い人っていうのはこれがすごく硬く
出てきます。それを押すの。あ、こう、あ、あ、腰にきますこれ。うん。あ、そう、治療科の先生たちはみんなそれを狙って、うん、それを柔らかくほぐしにいってるわけよ、うん、はいはい、要はポイントすごいいいポイントだ、ね、あ、これ腰に響きますね。そうです、きますね。でそれがずれちゃうと、うん、なんか筋肉ばっかり押されて効いてないんだよね、うん、だこれでチェックですね。そうです、ね、それで上げた時にピクッてこう、あの張ってくる筋肉が凝ってます、ね、1本だけ、これがポイントだね。あ、はいはい、ありがとうございます。これも痴漢ですね、痴漢整体の人。もうこれだけでもなっちゃうよ。ねえ、これだけでも結構動く。簡単ですよ。すいません。あ、星先生、腰柔らかくなった。なったでしょ。ありがとうございます。ねえ。じゃあ先生、次回は指先だけで、もうそういうふうに取る、はい。自分の指先だけでできますよ。じゃあ、肩いって腰いったんで、はい、次は膝どうですか。あ、膝ですね。じゃあ次回は膝で、あのセルフケア、ね、はい、できるようなものをお伝えしていきたいと思います。はい、皆さんご期待ください。ご期待ください。よろしくお願いします。